撮ってんの？おはようございます。おはよう来たね、ついにこの日が。いや結構長かったよね。確かに企画してからね、うん、どれぐらい企画してから、2ヶ月ぐらい経ったんじゃない？そっか、うん、初コラボね、ついにね、ついにようやく今日実現。どうですか、何喋ったらいいんだろう。だって会話の内容にかかってるよね。大丈夫かな。しかもだって私がもう背負ってるもんね、フジテレビの YouTube をさ、リーダーとして。そうだよね、私が面白い話しないとさ。でも YouTube ってそういうのじゃないんでしょ、よくわかんないんだけど。まだできるだけ素が見えた方がいいよね、うん、そうだよね、なんかテレビっぽいテンションとかじゃなくていいんだよね、もちろんもちろん、普段の雪を出せば、ね、面白い話しようとかあんまり思わない方がいいのかな。私たちもよく分かってないじゃん、そのテレビとの違いとかさ。で本当に今日さ何喋るかとか打ち合わせしてないのよ。で普段こんなことないじゃん、なんとなくテーマが決まっててこういう流れに行きましょうみたいなのがあるからさ、すごい不安。女性アナウンサー代表でしょ私。いやー、後輩たちにこんなんだったら私が行きたかったって思われないようにしないと。重責を担ってますからね。そうだよ。でもあまり考えない方がいいのかな。珍しくなんかちょっと緊張してるね今日。だってさ何も決めてないんだよ。藤森さんとコラボするに至ったきっかけは何だったの？それはあのね、私も夫が本当に慎吾さんに売れない時代からお世話になってて、でもうね結婚するまでも全部相談に、多分夫藤森さんに相談持ちかけてて、その粗相があった時とかいろいろあって、でね、あの結婚する前から私も一緒にご飯行かせてもらったりとかしてるから。そっか。なんかさ藤森さんに聞きたいことってある？今日夫が慎吾さんのドライブトークにも出てて、そうなんだ。その時に私のこと結構喋ってたんだけど、なんかさ夫から見るのと私から見るの多分違うと思うんだよね、馴れ初めとかその結婚生活とか、うん、だからその答え合わせもちょっとしたい。あともう本当に慎吾さん全部夫相談してるから、本当はなんか夫どんな感じな人なのかなとか、結構でも旦那の話になるかな。いや慎吾さんって言えばさ女子アナじゃん、だから慎吾さんの見たいこう女性アナウンサーとか結構参考になるかなと思って。慎吾さんといえば女子アナって言ったらダメなのかな、わかんないけど、もう女子アナのイメージすごいじゃん。あの白いあれじゃない？あれかな？うん。あのいかついかっこいい車。それ。あの白い。あんな私高級車乗ったことないよ。あ、来た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 。ああ。どうしたらいいの？渡った方がいいやね。そうだね。こっち渡った方がいいよね。わすごいベンツだ。ベンツベンツ。いやすごいかっこいい車。しっかりお笑いの相談とか一度もされたことないのに、
女性アナウンサーとうまくお付き合いするにはどうしたらいいですかっていう相談ばっかり俺されて、言い方がダサい。本当でもその時はそう思いました。私次第で多分この人生きるか死ぬか。慎吾さんなんか一応こう女子アナに詳しいじゃないですか。いや俺やっぱりそのイメージあんのかな。あります、ずっと。ぶっちゃけよ、女子アナウンサーの姿勢だと見たいな。え、だから今度もしよかったらなんか紹介しましょうかとかしいんですけど。